ひろし君。はい、立候補者会派の大串博史です。早速質問に入らせていただきます。まず質問に入る冒頭でですね、委員長にお願いをしたいことがございまして、ぜひこの重要な予算委員会の審議、委員長として公正公平中立な立場からしっかりとした委員会運営をお願いしたいと思います。なぜこれをあえてここで申し上げるかというと、昨年の秋の臨時国会、私にはとても理解できないような運営がありました。今井議員の質疑の中で安倍総理が不規則な発言をされました。やじですね、された。それに対して私たちはそれは問題視しました。で、委員長自身が与党理事野党理事両方委員長席に呼び寄せて事実確認を委員長自身がされました。その時に今井議員は当然委員長がそういうことされているものですから質疑できません。にもかかわらず時計を止めず時間を止めず延々と両筆頭から話を聞いている。こんなことは過去私予算委員会で見たことありません。野党の議員の質問時間を取らないでほしい。また他にもありました。閣僚が答弁に行き詰まって後ろの役人さんといろんな打ち合わせをしている、延々と打ち合わせをしている、その間質疑は進まない。これも質疑時間、普通はですね、閣僚が答弁に行き詰まって後ろと議論しだしたりしたら普通審議時間止めるんですよ。議員の質問時間がなくならないように、それを止めもしなかった。委員長は官僚出身でいらっしゃいますから、夢安倍官邸を忖度してそちら側に偏った運営をしてるなんていう疑念を呼ばないように、ぜひ公正公平な運営をするとこの場で約束していただきたいと思います。お願いします。委員長から申し上げます。理事会でご指摘があったその点については先週の金曜日冒頭に円滑かつ円満な委員会運営に努める旨申し上げております。大串博史君。大切な質疑時間ですから、ぜひ委員長公正中立公平にお願いしたいと思います。さて質疑に入りますが、安倍総理にまず先週の代表質問の際、玉木国民民主党代表の方から選択的夫婦別氏制に関する質問がありました。選択的政府別氏制がないがゆえに結婚を躊躇されている方がいらっしゃる旨の例を取り上げながら議論をしようとしたところ、私たちの理解するところでは自民党席から、そして報道によると杉田水脈議員ではないかというふうに報道になっています。そういった方から、だったら結婚しなければいいというやじが飛んだ。私はとっても時代に逆行する、かつ当人の皆さんにとっては大変心ないやじだと思います。これに関して、先般、私、金曜日に質問通告をする際に、私はこれは安倍政権の選択的夫婦別姓制、別氏制、あるいは、多様性に関する政府の立場、方針に対する姿勢に大きく関するものだと思いましたんで、安倍総理に事実関係を確認して、この場でご報告いただきたい。そして、そうであれば、どういうふうな考えを政府を司る総理としてどう考えるのか、この場で所見を述べていただきたいという質問通告を金曜日の昼の段階でお願いしております。安倍総理、事実関係をこの場で、お述べいただきたいと思います。そういうやじは飛んだんでしょうか。やじを述べられたのは杉田水脈議員だったのでしょうか。そして、それに対してどう総理はおっしゃるんでしょうか。安倍内閣総理大臣。質問通告はいただきましたが、今、私はここに立っているのは、内閣総理大臣として立っているのでございまして、院内のあるいは本会議の不規則発言について、私が調査をする、そしてそれについてコメントをする立場ではないということを申し上げておきたいと思います。その上で、ご質問でございますので、あえて自民党総裁としての考えを申し上げれば、国会に関係する一つ一つの対応は、森山国対委員長を信頼し、対応は任せております。ご指摘のあった本会議における不規則発言に関しては、先週、国対委員長間で議論が行われたと承知をしており、国対における政党間のやり取りに対応を
委ねたいと、このように思います。その上で、一般論として申し上げれば、事の進行を妨げる不規則発言はお互いにつまらなければならないと考えております。大串博志君。それだけですか、それだけですか、総理。軽々に取り扱える私はマターじゃないと思うんですよ。国会のことだからといって、国会に委ねられるような話ではないと思うんです。なぜなら、政府別氏制度というのは、政府にとって大変重要な政策マターですよね。国連から何度も何度も日本は改善しなさいと勧告を受けている。裁判所においては、これは憲法上も合憲だと言われ、ちゃんと政府の中で議論しなさいというふうに言われている、そういう案件なんですよ。かつ安倍総理は施政方針演説の中で言われてますね。誰もが多様性を認め合い、その個性を生かすことのできる社会を作るんだ。安倍総理自身が多様性を認める社会を作るんだと言われてるじゃないですか。こういう政府の方針にかかることに大きく関わる問題だから、私は時間の余裕が3日間もありますから、本人に聞けばすぐ分かることですから、きちんと確認した上で、安倍総理自身が、いやいや、この政権は多様性をきちんと大切にする政権なんだ、だから、あのような発言は確認してみたら事実だ、だったとするとでしょ、事実だとすると、これはあってはならない、言明されるのがあるべき、多様性を認める姿ではないかと、私は思うんで聞いてるんです、いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。政府のとしての立場はですね、政方針演説も含め、すでに述べているとおりでございまして、多様性を当然尊重していく、そういう社会にしていかなければいけないということは申し上げているとおりでありまして、それこそが一億総活躍社会につながっていくということも申し上げているとおりでございまして、これが政府の立場であります。一方、本会議場におけるですね、不規則発言というのは、これは不規則発言でございますから、誰かの正式な発言で議事録が残っているというものではございませんから、それを今、ここに立っている総理大臣たる私がですね、うんぬんするということは差し控えなければならないと、こう考えているところでございまして、党としての対応は先ほど述べたとおりでございます。大串博志君。施政方針演説、伝説は、きれいな言葉はたくさん並んでました。しかし、本当に実があるのかと。多様性を認め合う社会を作ると、口だけなんじゃないですか。実際そういう行動は、この場においても取られていないじゃないですか。本当に多様性を認める立場を政府として取られるんであれば、今回の件に関してもっと敏感に私は反応すべきだと思いますよ。今の反応は、対応はですね、3日間も時間があるにしては、極めて後回し的な、多様性を認めると口では言ってるけども、全然行動に合ってないと私は思います。委員長、発言者を確かに擁護しているようなふうにも聞こえるこの、総理の今の態度ですけれども、ぜひ委員会の場でも、この理事会の場でも、このことをまだ取り上げていただきたいと思います。このことはきちんと安倍総理の施政方針演説に沿う態度を政策として取られているのかと聞きたいと重要なので、理事会の場で引き続き安倍総理に確認いただいてお答えいただくということをお取り計らいいただきたいと思います。五国理事会で協議をいたします。はい、大串博志君。はい。それから次に二閣僚の任命責任の問題です。去年の秋に菅原一秀経産大臣、そして河合克行法務大臣2人が1週間のうちに2人も政治と金の問題の報道をめぐって、辞任されました。で、その後、安倍総理は政治家としてお二人は説明責任を果たされるのが重要であると思うというふうに言われてたにもかかわらず、このお二人、そして河合案里参議院議員も含めて、一切説明することなく国会からは雲隠れ、2ヶ月弱にわたって国会に出てこられず、今一方で歳費だけは支払われると、こういう状況でありました。河合夫妻については、年末から年始にかけて、知見の捜査まで入っている。事務所、自宅、実家、両夫妻に対して強制捜査まで入っていると、こういう状況です。そういう状況であるにもかかわらず、安倍総理が説明責任を果たすというふうに言われたこれらの方々は、この国会前にやっと姿を現されたかと思いきや、語られた内容は、説明は差し控えさせていただきたいと、このことに尽きたわけであります。
総理、他ならぬ閣僚に安倍総理が任命された方々です。この方々のこの説明責任のなさ、ほうか盛りと言ってもいいかもしれません。この状況に対して、安倍総理、本当にこれでいいんでしょうか。ご答弁お願いします。安倍内閣総理大臣。私が任命した大臣が辞任したことは、国民の皆様に大変申し訳なく、任命したものとして責任を痛感しているところでございます。そしてその上において、それぞれがですね、できる限りの国民に対する説明責任を果たしていくべきものと考えております。大串博志君。端的に答えてください。この2名の元閣僚、そして河合案里議員は説明責任を果たしていると言えますか。内閣総理大臣、安倍晋三君。今申し上げましたようにですね、できる限りの説明責任を果たしていくべきものと私は考えているところでございます。委員長。大串博志君。端的に答えてください。この3人の皆さんは今、説明責任を果たしていると、総理大臣として思われますか。内閣総理大臣、安倍晋三君。これはですね、まさに国民の皆様にそうご評価いただけるようにですね、努力をしなければならないと、このように考えております。どうですか。大串博志君。総理はね、常日頃から、政治家一人一人が説明責任を果たすべきだとおっしゃいます。安倍総理自身もその政治家のお一人ですよね。だから安倍総理自身も説明責任を負うわけですよね。安倍総理は説明責任を果たせと、果たすべしとこの3人に言われました。安倍総理自身の説明責任を果たしてください。この3人の皆さんにきちんと説明責任を果たすように言った結果が今得られてるんですか。内閣総理大臣、安倍晋三君。それぞれが辞任する際にはですね、この説明責任を果たしていくべきだということは、ここでも申し上げておりますし、ご両人でも申し上げているところでございますが、説明責任を果たしたか否かについてはですね、国民の皆様が判断すべきものであり、私個人の評価は差し控えますが、今後とも指摘に対しては、可能な限り説明を尽くしていかれるものと考えております。大串博志君。逃げそのものですね。説明責任を果たすのが政治家の務めだと言いながら、自分は何ら説明責任を果たさない、安倍総理の、典型的な逃げそのものの答弁ではなかったかと、私、思いますね。そこでこれに関しては、先ほど江田議員からもありましたけれども、河井案里陣営に対しては、昨夏の参議院選において、自民党本部から1億5000万円もの政治資金が振り込まれてたというふうに報道がありました。驚きました。相場を大きく超える額、でありました。これに対して、河井案里議員は、この振り込みを認めています。短期間に活動しなければならなかったんで、集中的に支援が来たというふうに思うというふうに、ご本人はこれを認めていらっしゃいます。その上で、安倍総理、この1億5000万円、自民党本部から河井案里陣営に振り込まれた、この事実は間違いありませんか。内閣総理大臣、安倍晋三君。自民党のですね、政治活動について、内閣総理大臣としての立場でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。その上でお尋ねでございますので、一般論として申し上げれば、政党本部から政党支部への政治資金の移転は何ら問題はないものと認識をしております。個別の事例については、答弁を差し控えたいと、このように思いますが、ご指摘の河井議員からは、今般の政治資金について、政治資金収支報告書にしっかりと記載し、報告する旨、コメントがあったものと承知をしております。大串博志君。これも逃げの答弁ですね。河井案里議員は1億5000万円、しっかりと政治資金収支報告書に載せるというふうに言われている、受け取りを認めている、なぜなら、今年の11月30日末には、政治資金収支報告書は、河井案里陣営も、あるいは自民党本部も、政治資金収支報告書公表になるんですよ。事実だとなるんですよ。その上でだから私、お聞きしてるんです。そんな高知にいずれなるものを、なぜ今、あえて安倍総理は隠す必要があるのか、これまた説明責任を果たすというふうに言っておきながら、安倍総理自身が説明責任を全く果たしていない、典型的な表れじゃないか。だからここは私、総理、1億5000万円、問題ないんであれば問題ないということで、自民党本部から振り込んだと。
言われた方がよっぽど説明責任を果たしたことになると思いますよ。いかがですか。内閣総理大臣安倍晋三君。私は今、内閣総理大臣としてここに立っているわけでございまして、例えばですね、今、大口さんがさまざまなご質問をされて、我が党の誰にじゃあ一体いくら、政治資金活動費を払ったのかと聞かれて、それに私が答えなければいけないのかといえば、それはそんなことは当然ないわけで、ございます。ですから、先ほど申し上げましたように、私は総理大臣としてここに立っておりますので、自民党総裁としてのお答えは差し控えさせていただきたいと、こう申し上げたわけでございます。その上で申し上げますと、この資金の移転についてでございますが、私は党総裁として日々、各選挙区それぞれの活動、あるいは党勢拡大の状況について報告を受け、必要な指示をしていることは、当然のことでありますが、ただし、政治資金の運用については、党本部に任せているということでございまして、個別の件については承知をしていないということでございます。いずれにいたしましても、この場において、個々の議員に対する党本部がどのような支援を行っているか、あるいはどのような資金の支援を行っているかということについて、私は答える立場にはないということははっきりさせておきたいと思います。大串博君。この1億、今の答弁を前提とすると、1億5000万円の振り込みに関しては、安倍総理は知らなかったということですか。内閣総理大臣、安倍晋三君。個々のですね、党本部から、候補者、あるいは、議員等への支援については、私はここで答えることは差し替えたいといったという、基本的な考え方については、申し上げたとおりでございます。また一般論としても違法ではないということは申し上げたとおりでございまして、そして一般論として、資金の移転等についてはどうかということでございましたので、先ほど申し上げましたように、政治資金の運用については党本部に任せていると、執行部に任せていると、こういうことでございます。私は総理総裁もやったこともございますし、またあるいは幹事長も務めたことがあるわけでございますが、そういう立場であるということでございます。委員長。大串博君。私はね、すべてのことに関して、党務のこと答えてくださいと言ってるわけじゃないんです。河井克行元法務大臣だから言ってるんです。安倍総理が9月の頭に任命した法務大臣ですよ。法務省の役割、極めて重要ですよ。法務省のホームページ見ました。子どもにキッズルームってなんです。子どもたちに法務省の役割を教えてるんですね。法務省は国民にとても身近で大切な仕事を担当しています。犯罪をした人を刑務所に入れて、規則正しい生活をさせる仕事、ここが犯罪した人を刑務所に入れて、規則正しい生活をさせる仕事、これ、法務省の仕事ですと言って、法務省自身が子どもたちに教えてる文書ですよ。その法務大臣が、いいですか、10月に政治と金の問題で責任取りますと辞めて、その2ヶ月後には、地検から事務所、自宅、実家に捜査が入ってるんですよ。こういう状況なんです。で、河井案里さんとご夫妻でいらっしゃいますね。で、河井案里さんの事務所の問題であるにもかかわらず、河井克行法務大臣が、前法務大臣が大きく関わっていたということで、捜査を受けていらっしゃるから、一体安倍総理はどこを見て、我が国の法務を司る法務大臣を任命したのかと、こういうことが問題になっているから問うているわけですよ。安倍総理、本当に河井克行さんは、法務大臣として適任だったんでしょうか。その点から言うと、やはりさっきの答えないという説明責任の果たさないあり方は、私はあってはいけないことだと思います。だから、この点に関しても委員長、きちんとやはり総理に答えていただけなきゃならない。で、いずれ公になることでございます。ですから、この件についても、理事会の場で、誰が、自民党本部が本当に振り込んだのかどうか、理事会の場でしっかり明らかにしていただくように取り扱っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。五国理事会において協議をいたします。大串博君。もう一つ、先ほどの中で、申し上げておきますけれども、安倍総理の事務所の秘書さんたちが4人少なくとも、この河井案里事務所には何回か、複数回入って応援をされてたと、かなり安倍総理が力を入れて河井案里事務所を応援されてた様子が、報道上ではありました。で、かつ1億5000万円のこの問題もある。で、この安倍総理がこれだけ力を入れた、
形になっているところが、結局、いわゆる違法な資金に使われているとすると大問題ですよね。そういう点から申し上げているんです。ですから、ぜひ安倍総理には説明責任を果たすと、自分で果たすべしと他の人に言うんであれば、自分自身が説明責任をしっかり果たしていただきたいと思います。さらに、この安倍政権においては問題だらけ、カジノに関して、秋元司元 IR 担当副大臣が、この業者から金をもらったということで逮捕されています。IR のまさに法律を作るそのとき、つまり2017年から2018年にかけて、IR の整備法、整備法という、実施していくための法律ですね、これを作る一番コアの間を担当してた副大臣、この方が業者から金をもらったということで、逮捕されているという状況です。単に現職衆議院議員が捕まったということではない、現職の担当する大臣、副大臣が捕まっていると、こういう状況です。収賄で現職の衆議院議員が捕まったのは17年ぶり、こういった問題を引き起こしている安倍政権、安倍総理の責任に関する所見を伺いたいと思います。内閣総理大臣、安倍晋三君。先ほども申し上げたようにですね、現職の国会議員が逮捕されたことはですね、誠に遺憾に思います。その上で、個別の事件についてはですね、捜査に影響を与えることでございますので、その評価も含めて、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。大串博君。それだけですか。個別の事件に関してコメントをすることは事件に影響を与えるので、答弁差し控えさせていただくというふうに言われましたけれども、なぜ差し控えなきゃならないのか、私、よくわからないんですよ。問題がないのであれば、話いただいていいんじゃないかと思うんです。なんか問題があるから安倍総理、この場で話せないんですか、なんか問題でもあるんですか、話せない理由でもあるんですか。内閣総理大臣、安倍晋三君。この、今まさに、大口委員が言われたわけでありますが、これはですね、いわば捜査が今、進んでいるわけでございます。その後、起訴するかどうかを判断し、その後、裁判ということに起訴されればですね、という手続きに入っていくわけでございます。つまり、まさに私がですね、今ここで行政府の長である私がですね、ここでコメントを述べることはですね、影響を与えることになるわけでございます。このまさに抽象的な意味においてですね、捜査に対して、この行政府のいわば捜査機関、司法ではありますが、この行政府の長である私がですね、コメントを述べるということは、まさにこれは捜査に影響を与えかねないわけでございまして、コメントは差し替え、個別の事件については、コメントは差し替えるというのが、これは政府として一貫した立場であって、この件だけではなく、さまざまな捜査事案については、一貫した立場でございます。大串博君。国民の皆さんがですね、この事件を見て、多く思ってらっしゃるのはですね、秋元さん、この被疑事実に、検察が発表した被疑事実によると、この業者さんから、副大臣就任前に200万円の講演料を受け取って、かつ副大臣就任時に300万円の金を受け取って、かつ、中国への出張、視察、あるいは北海道への出張、視察、家族も含めて、こういったものに対して、その対価といいますか、そのお金を受け取っていると、こういうふうに言われているわけですけれども、みんながここで不思議に思うのは、これだけお金を受け取っていたとすると、この秋元司元副大臣は、すみません、ちょっと委員長、うるさいんで、すみません、ちょっと、はい、秋元先生、少し規則発言を慎んでください。ですみません、大串委員、要は同じ秋元なんで、本人はそう言ってないですが、自民党の皆さん、委員長として秋元委員には、規則発言を進めようをお願いいたします、はい、自民党の皆さんが後ろからこういろいろやじられると、質問しにくいもんですから、安倍総理の気持ちもわからないですけど、ぜひぜひですね、委員長、今後もしっかり差配してください、お願いします。それで、続けますと、秋元氏がこれだけ、秋元司氏がね、これだけ金をもらっているということが明らかに、つまり事実として言われてくると、結局、秋元司氏からですね、何がしか、これ、法案制定過程時の担当大臣ですから、何がしかの
働きかけ問い合わせ等々が事務方なり、全体のプロセスにあったんじゃないかと、まあ、こういうふうに当然みんな思うのは当然なんですよ。この点に関してはいかがでしょうか。秋元司元副大臣から業者の請託を受けて、何がしかの頼みを受けて、事務方に問い合わせ、働きかけ等々はあったんじゃないですか。国土交通大臣、赤羽和義君。まずお尋ね点につきまして、これも申し訳ないんですけど、個別の事案の捜査、後半に影響する可能性があることから、まあ、回答差し控えたいと思うんですが、まあ、私が申し上げられることは、この今回の IR 整備法の策定過程におきまして、例えば区域整備計画の認定数を3以下とすることとか、あと日本人の入場制限ですね、7日間で3回、28日間で10回に制限するですとか、本人確認厳しく取るですとか、また入場料は1回6000円にするかとかですね、これ、その多くが自民党と公明党のですね、与党の IR 実施法に関するワーキンググループで大変な議論の中で、決められてですね、そしてそれと、まあ、政府におかれた IR 推進会議で、経て決定されたものでございまして、特定の政務三役の意向等がこうしたところに反映される余地はなかったというふうに私は認識をしております。大串博志君。秋元司元副大臣がどこかに働きかけをした、頼み込みをしたと言った事実はあったんですか、なかったんですか、その点だけお答えください。内閣総理大臣、安倍晋三君。大串委員が質問されている中身はですね、まさに捜査上の事実確認そのものでございますので、これは答弁は控えさせていただきたいと、このように思います。大串博志君。いや、なんでこれを聞いているかというとですね、IR 整備法の作成過程、2017年から2018年にかけて1年間にわたってですね、この間において、それを担当してた副大臣が秋元司氏なんですよ。その人がその期間中に一貫して業者と会い続け、お金をもらい続けてきたというのが、非事実なんですよ。当然、何がしかの働きかけが政府内に対して行われてたと思うのは当然じゃないですか。で、その上で考えれば、この出来上がった整備法自体が、業者さんの意見を受けて、歪められていると、成立過程自体が歪められていると、案自体が歪められていると考えるのは当然じゃないですか。よって私たちは、この IR 整備法自体が、このように疑念を持たれている以上、疑念というか、まあ、この場でもし疑念がないと、つまり秋元司氏から一切話はありませんでしたと、はっきり言ってくれれば、私たちもすっきりします。しかし、そういうことを一切言えない中で、私たちが整備法で、その整備法自体が歪んでないというふうに思えないじゃないですか。どうですか、安倍総理。整備法の成立過程は歪められ、整備法は歪められたんじゃないですか、いかがですか。国土交通大臣、赤羽一衛君。すみません、同じ答弁になってしまうんですけど、先ほど私が答弁させていただいた部分が、まあ、今、答弁できるぎりぎりのところでございまして、主要のところについて、特定の政務三役の意向が等が反映される余地はなかったと認識をしております。委員長。大串博志君。赤羽大臣、今の答弁の根拠をじゃあ教えてください。今、2つおっしゃいました。IR 整備推進会議で議論をした、かつ、自民党等のワーキンググループの中で精力的に議論をした、よって秋元司氏の意見が反映される可能性はなかったとおっしゃいますけれども、まず、IR 整備推進会議の議論は17年の夏で終わってますね。つまり秋元司氏が副大臣になったときに終わってるんですよ。それ以降、ほぼ政治のプロセス、それ以降、ほぼ政治のプロセス、つまり自民党、公明党の皆さんの間の中での議論で、約8ヶ月ぐらいかけて、法案が作られてるんですよ。その間は政治プロセスで、ブラックボックスなんです。誰がどう関与したか、わからないじゃないですか。今、赤羽大臣は、自公のプロセスの中で、ワーキングチームの中で議論したんで、とおっしゃいましたけれども、その中で、秋元司元副大臣が何がしかの動きをされたということは絶対ないということ、証拠あるんですか。そんなかだったら職務権限発生しない。国土交通大臣、赤羽一衛君。
すみません、当時ですね、秋元氏は副大臣でしたから、この与党のワーキングチームには関わっておらなかったと承知をしております。大串博志君。与党のワーキングチームでは当然ないですよ。政務に入っているわけですから。政務に入っているけれども、法律を作る段階での2017年の夏から2018年の夏までの担当の副大臣なんですよ。まさに法律を作る政治プロセスが一方で自民党、公明党の中で8ヶ月ぐらいずっと行われているときに、政府部内で IR 担当副大臣だったのが秋元司氏なんですよ。だから業者さんはその秋元司副大臣に近づいたんじゃないですか。先ほど政治プロセスなんかワーキングチームの中で議論が行われてたんで、秋元氏の勢力が及ぶことはなかったと言われますけれども、十分政府側でですよ、政府側で意思決定の中で関与できるじゃないですか。それとも何ですか、自民党、公明党のワーキンググループだけで推進会議の後は法案決めちゃったんですか、どうですか。国土交通大臣、赤羽一嗣君。なお、大臣、恐縮ですが、はい、秋元司議員の、名前を呼ぶときにはフル名で呼んでいただければ。すみません、失礼しました。すみません、先ほど私、ご答弁した中で、例えばですね、区域整備計画の認定をの数をどうするかという議論があって、当時、おそらくちょっと正確ではありませんが、自民党からは4か所から5か所というような提案があり、公明党からはなるべく少なくということで、1か3か、ちょっとすみません、私、メンバーじゃなかったんですが、そうした議論がある中で、結局、公明党の主張の中で結論が出たということでありますから、その点に秋元司さんの、なんか意向が介在したとは考えられないということでございまして、秋元司さんが、どうだったかということについては、これはまさに総理からお答えがあったのと一緒ですけど、個別の事案の捜査、公判に影響する可能性があることでありますから、誠に申し訳ありませんけど、回答は差し控えさせていただきます。大串博志君。赤羽大臣に聞きますけれども、秋元司前副大臣が、業者さんと会ってたということが非事実になって、今回逮捕されているわけですけれども、この業者さんと会ってたということは、政府として確認されてるんですか。国土交通大臣、赤羽一嗣君。その点も大変申し訳ございませんが、個別の事案の捜査、公判に影響する可能性がありますので、回答は差し控えさせていただきます。委員長。大串博志君。今の質問は事前にレクを受けました。そしたら、秋元司前副大臣が、この業者さん方と面会してた事実に関しては確認できなかったというのが政府の答えだったんですよ。つまり政府も知らないんですよ。知らないところでいろんなことが行われてるんですよ。だから法案の成立過程が歪められてるんじゃないですかというふうに言ってるんです。今国交大臣がそのプロセスを歪められることはなかったと思いますというふうに言われてますけども、知らないじゃないですか。そもそも業者さんとコンタクトしてた事実すら確認できないじゃないですか。その中だから申し上げてるんです。それでこんな事件が起こってる。この法案自体が歪められたということを政府自体が否定できない中で、とてもこの整備法に基づいて予定通り IR の整備を進めることは、カジノの整備を進めることは絶対にあってはならないと私は思います。もしそれでも進めるというんだったら、政府の方で秋元司さんの関与はなかったんだということを、一点の曇りもないということを証明してくださいよ。そうでない限りは、日本の歴史の中で過去なかったようなカジノを法律をもって進める、私はあってはならない。野党が共同して提出しているカジノ IR 廃止法案を、ぜひこの国会の中でむしろ通すべきだと、私は申し上げておきたいと思います。そういう中で、安倍総理はこれまでスケジュールは変えないということをずっとおっしゃってこられました。そういった中で、この間、本会議場で突然ですね、政府側と思いますけれども、と業者さんとの
事業者との接触の規制のルールを検討するということを突然おっしゃい出しました。安倍総理、なぜこれを突然おっしゃったんでしょうか。国土交通大臣、赤羽一嘉君。基本方針案につきましては、この IR 整備法の法律に基づいて、1月7日に設置をされましたカジノ管理委員会を含めた、関係行政機関との協議を行って、そしてIR 推進本部の決定を経た上で、正式に決定し、公表をすることとしております。ですから、現在ですね、そのカジノ管理委員会から、カジノ管理委員会を含めた関係行政機関との協議を行っているところでございますが、カジノ管理委員会からはですね、先ほどもご答弁させていただきましたが、国や地方自治体の職員が IR 事業者との面談を行う際のいわゆる接触ルールの必要性など、何点かについてご指摘があったと聞いております。で、このご指摘をいただいた内容につきまして、今後、基本方針に盛り込むことを検討しているところでございまして、その接触の対象者ですとか、具体的なルール内容につきましては、今後、関係行政機関の協議に加えまして、国会でのご議論も十分に踏まえた上で、しっかりと検討を進めてまいりたいとこう考えております。大串博志君。今、先週、安倍総理が突然、政府側と、事業者さんとの接触規制のルールを検討すると言われたのは、カジノ管理委員会からの、指摘もありということでありました。カジノ管理委員会、この間発足したばかりでございますが、カジノ管理委員長の委員長に、委員会の委員長に質疑したいんですが、来ていらっしゃいますかね。大串委員ご承知のように、理事会で協議が整っておりません。大串博志君。委員長、はい、委員長、お出しして手を挙げてどうぞ、大串、はい、博志。残念です。極めてこんなに大きな事件のある中でのカジノの問題で、規制委員会たる管理委員会が立ち上がって、その管理委員会がまさに最初の私たちの目に見える仕事として、この接触ルールをどうする、作るべきだということを国土交通省に言ったと、だから総理も先週、本会議場で規制ルールを検討しているということを言った。そのことに関して、カジノ管理委員会の委員長に来てほしいと言ったんだけども、与党の皆さんから、前例がないとかなんとか言われてですね、呼ばれないと、もう極めて、前例がなんかあるわけないですよね、この間できたばかりですから、極めて遺憾ですよ、極めて遺憾、ぜひこの点に関してはまた理事会の方でご協議いただきたいと思います。大串委員に申し上げます、理事会で協議をした上、円満な運営の観点から、本日、大串委員自らがカジノ管理委員会事務局次長をお呼びになっていると理解しております。そのことを踏まえた上で、今後とも理事会で協議してまいります。委員長、はい、お願いします。じゃあ、カジノ委員会の事務方に聞きます。接触規制ルールの検討が必要でないかということを言ったのはなぜですか。カジノ管理委員会事務局次長、並木稔君。お答えいたします。ご指摘の点につきましては、1月23日に第2回カジノ管理委員会が開催されまして、 IR の基本方針案等について議論が行われたところでございます。この議論の中で、カジノ管理委員会の委員から、国民的な理解を得て IR 事業を推進する上で極めて重要な前提条件であると、このような考えに立って国や地方自治体の職員がIR 事業者との面談を行う際のいわゆる接触ルールの必要性等について指摘があり、これを基本方針で明確化すべきとカジノ管理委員会から国土交通省にお伝えしたところでございます。委員長。大串博志君。国民の理解を得る上で必要だということで、提言したということですけれども、これからどういうふうに作っていかれるのかということが一つ私鍵なんだと思うんですね。で、どのようなルールを作られるか、私、非常に重要だと思います。で、それが本当に作れるのかと、国民の理解が必要だからと言われましたけれども、国民の理解を得られるような接触ルールって本当にできるのかということなんです。安倍総理は先ほど、枝議員の質問にもありましたけれども、2017年2月、ワシントンで、訪米されたときに、経済界の皆さんと朝食会をやられてますね。
その中に先ほど話がありましたように、ラスベガスサンズのアデルソン会長を含め3人のカジノ経営者の皆さんがいらっしゃったということであります。で、大人数の朝食かのこと言われましたけど、違いますね。14名ですよ、たった。14名の極めてプライベートな朝食会ですよ。で、しかも私、あれと思ったのは、14名の中にアメリカを代表する企業の皆さんがいらっしゃった。軍需産業や金融、それはそうでしょうね。しかし、その中にカジノの経営者の皆さんが3人も入ってらっしゃる。かなりカジノに偏重した朝食会ではなかったかと私、思うんです。で、先ほど来、安倍総理は、まあ、ここで、まあ、いろんな話はありましたということでしたけれども、私がお尋ねしたいのはね、カジノ接触ルール、業者との接触ルールを作っていくので、本当に国民の理解を得られるようなものが作れるのかということなんです。ちなみに、先ほど来、国土交通大臣から話がありましたけれども、地方自治体の皆さんは作ってらっしゃいますね。大阪府などはいくつか作ってらっしゃって、この間も国会でも議論されましたけれども、その一つ、事業者との面会は 原則として庁舎内で行うという、こういうルールだそうです。安倍総理、もうこのルールがもし仮にこういうルールになったとしたら、安倍総理はすでに庁舎外で、ですよ、こうやって業者さんともう会われてるじゃないですか。このプロセス自体に皆さん疑問を持ってらっしゃる。こういう中で、今さらですね、今さら接触ルールを作ったとしてですね、全体の疑念が晴れると安倍総理、思われますか。内閣総理大臣、安倍晋三君。ご指摘の朝食会についてなんですが、これは私が訪米した際、ワシントンにおいてですね、全米商工会議所とですね、米日、これ、米日ですが、まあ、向こう側が作っているものですが、米日経済協議会が共催で行われたものでございました。まあ、先方がですね、その中でメンバーを選んできたということでございます。まあ、この朝食会においてはですね、まあ、超党派の連邦議員や米国企業の CEO 等と日米関係のさらなる強化に向けて意見交換を行ったわけでございまして、これが主なテーマでありました。で、この IR につきましては、私から2016年12月に IR 推進法が国会を通過し、公布施行が行われたことを紹介をしたところでありますが、そこで3箇所の中で、これはここで説明をしておいたほうがいいと思いますので、説明をしておきますと、3箇所の中にはカジノ経営者がご指摘のように含まれておりましたが、統合型リゾート施設は観光立国を目指す日本にとって有益である点、また IR に対する社会的懸念等の課題の解決に貢献していきたい等の発言があったということでございますが、IR への参加要請はもちろん一切なかったということでございます。大串博史君。先ほど来話がありましたように、この後の日米の首脳会談の中で、カジノの参入を日本に、ね、免許を与えるように求められたという報道もありました。まあ、こういうふうにすでに疑念がかなり生じているわけですね。で、この疑念はずっとあった中で、今回、まさに秋元司議員が実際に業者さんからお金をもらって、それが逮捕されるという状況になっているわけですよ。だからそういう中で、接触規制ルールをにわかに言われ始めましたけれども、これで本当に十分なのかと、先ほど小枝議員の方から、全体的に業者さんとの関わり方について、地交代も含めてチェックした方がいいんじゃないのかという話がありました。私もそう思います。すでにこの全体のプロセス自体が、いろんな疑惑にひょっとしたら取られている可能性があるんじゃないかとみんな思っているから、これをなんとか廃していかないといけないということじゃないかと思うんですね。で、この点に関して、もう一つお尋ねさせていただきますと、今、まあ、基本ルールをね、基本方針を作るというふうに言われてます、これ、1月中というふうに言われてましたけれども、1月中というこの日程は変えないのか、そして全体のスケジュール自体、まあ、これは一旦立ち止まって、私、見合わすべきじゃないかと思うんです。これだけ疑念がある以上、全体のスケジュールを一旦白紙にして見直すべきだと、まあ、この点に関して、安倍総理の前に赤羽国交大臣の立ちに、ちょっと待ってください、赤羽国交大臣は一番最初の推進法、ね、議員立法の時に、採決、ご退席されていらっしゃいますね。IR カジノに関して、私は私たちと同じような疑念をお持ちでいらっしゃったんじゃないかなと私は思っています。
そういう立場でいらっしゃる赤羽大臣だからこそ、私はお尋ねしたいと思いますけれども、このように業者さんとすでにかなりまみれた形で、法案作成過程も行われてきたカジノ IR に関しては、一旦立ち止まって、スケジュールを見直し止めるべきではないかと、私は思いますけれども、赤羽大臣、いかがですか。国土交通大臣、赤羽和義君。私だけではなくて、多くの皆さんが、例えばカジノというものに対して、経済政策としてのプラスの側面と、社会政策的なマイナスの側面について、当然悩みを持たれているのが、私、特別な存在じゃないと思っております。推進法のときにはですね、そうした有害影響の排除の云々ということが全く振られておりませんでしたので、私はそれは賛成することはできないということで退席をいたしました。そして、整備法の方ではですね、そうした有害影響の排除について触れられているし、ということで賛成はして、そして、たまさか今、この担当大臣になっているわけでございますので、当然、国民の皆様が持たれているようなマイナスの影響が出ないような、先ほどちょっとですね、カジノは解禁するわけですけど、それは私たちが目指している IR 事業というのは、分かりやすく言うと、カジノ目的の旅行者を誘客をするという、これを主たる目的とした事業ではないというふうに考えています。いろんな疑念があって、いろんなご意見は別に構いませんけれども、私は私の立場で、そうしたものがないように、本当に失敗例も数多くあるのもよく承知しておりますので、失敗のない、それは観光政策、2030年、インバウンド6000万人、消費額15兆円という、大きな目標につながるような、いい事業にしていかなければいけないと、それを決意して取り組んでおるところでございます。大串博志君、カジノにしても、河井さんらの閣僚にしても、総理、言葉と行動を一緒にしていただきたい、説明責任をしっかり果たしてもらうべく、国会で議論することをお誓いして終わります。この際、黒岩隆弘君から関連質疑の申し出があります。江田君の持ち時間の範囲内でこれを許します。委員長。黒岩隆弘君。